ニュースポストセブンです。小室圭さんが一時帰国する可能性が浮上しています。外務省関係者によると、小室さんは通称投資家ビザと呼ばれるビザを取得しようとしているそうです。申請はオンラインでできますが、取得には面接というハードルがある。そのために一時帰国しなければならないのですとのこと。小室さんが取得を目指しているのは、経営者が自ら投資を行ってアメリカで起業をする際に必要なビザ。宮内庁関係者は、小室さんは眞子さんの資産を握りしめて投資家になる算段なのでしょうとコメントしています。ニュースポストセブン。